大田正は日本の作曲家、ピアニスト、東京に生まれた。8歳からオルガンに親しみ、15歳からピアノと作曲を学んだ。1919年に商業学校を卒業した後、歌曲と同様を数多く作曲し、1924年にはピアノ練習曲を約30曲書いた。1927年に、 管弦楽曲の作曲を志し、同年、新興協楽団にピアニストとして入団した。後にコロナオーケストラを経て、PCL 管弦楽団へ移籍した。1930年、新興作曲家連盟に参加し、伊藤昇の黄昏の単調の演奏に加わる一方、ピアノ曲、ピエースや歌曲、少女の子守歌を発表した。1934年、 清瀬康二、伊藤昇、江藤明、石井五郎、中井俊二らと、新音楽派を結成し、無調、微分音的作風を追求。ピアノ曲、都会の構成で注目を浴びた。1936年に発表したピアノ曲、交通標識は、アレクサンドル・チェレプニンに高く評価され、チェレプニンの手により演奏、録音、出版された。1937年に、 東方映画の音楽監督となるが、1941年に退社した。また、1940年には、ヨックの移植により、国民支局として、教師局第一を提出した。1943年を春以降、満州国の新疆音楽団の専属作曲家として1年、滞在し、満州音楽の調査、財布、研究を行い、還元楽曲、 母体校組曲を作曲し、満員にて、劇映画3本、文化映画3本の音楽を担当し、猛虎に関する貴重な記録を残したが、これらは、繊細で消失した。1945年に帰国し、東方管弦楽団のピアノ奏者を経て、日本劇場の振付ピアノ奏者を務め、バレエ音楽を手掛けた。なお、日本劇場在籍後の消息は不明である。 東方映画万円映画、ありがとうございます。